こんにちは、こたまです。今日はガス炊飯器を使って美味しいお米を炊きます。こちらの炊飯器は保温ができませんが、取り外しても持ち運ぶことができるのです。それでは炊きます。蓋を開けて中にお釜を入れますね。ガス栓を開けます。レバーを炎が出てくるまで長押しします。15分ほどで炊き終わり、その後15分ほど蒸らして出来上がりです。ガス栓を閉じるのをお忘れなく。開けます。美味しそうに炊けてます。すごく美味しいお味。